ヤガチャガチャンネル。あ、なるほどね。だから桐生も狙われる側にもちろん回るわけでございますよ。ここにいたのか桐生、錦、牧村誠、まだ見つからねえ。アジア外の連中にも手貸してもらってるが、今んとこ手がかりもなしだ。そうかな、桐生、お前真島五郎って男知ってるか。名前だけは聞いたことがある。そいつがどうかしたのか。そいつも彼女を探してる。風間組の事務所に押し入って柏木さんを一人で叩きのめしたらしい。あの柏木さんを。真島はその後俺んとこにも来た。やられたのかお前。はっきり言って歯が立たなかったよ。そんなやつか誠を探してるのか。ただその真島は堂島組とは別で動いてる。あいつは誠を守ろうとしてるようだった。敵じゃないのかもしれねえ。だからといって仲間とは限らねえ。とにかく誠を見つけねえことには何も分からねえままだ。死んだ立場のためにも彼女だけは何としても守りて。そうだな。知らねえ番号だ。誰からだ。折り返し電話かけてみるか。知らねえ番号だ。誰からだ。このタイミングで一体誰からだ。罠かもしれねえが、誠の行方もわからない今、ここでただ時間が過ぎるのを待ってるわけにもいかない。ポケベルの相手、確かに行ってみるか。近くに公衆電話がないか探してみよう。公衆電話を探せ。ねえ、どういうことをして。まあまあ、おい、無視かよ。ごめん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 、なんか話欲しかったの。キリュウ、うん、まずはあの子を見つけねえとな。そのつもり。あれこれ考えても何も始まらねえ。そうそうそう、もういい。それを言うためだけに立ってたし、それを言うためだけに無視かよって言ったってこと。なんか可愛いね。前回の反省点生かしてちょっと武器を見直そうかな。 いらん武器はいらんし、だから爆竹とか持っててもしょうがないわけよ。7万円で売れるけど爆竹で。だとしたらその分現状で言うとやっぱり清流刀持ってる方がパフォーマンスがいいよね、全体的にね。なんこんな感じの運用だって。金はさ、もう正直ね、 RPG でよく言う言葉だけど、やり込み要素やろうとしなければ金はね、もうなんか無限大にあるような状態なわけだから、みたいなこと考えるとってとこだよね。さてここを出たところに一個あるね。そこにヤクザいるのめんどくせえな。ちょっと下がら。ほらほら、まあまあでもセーブポイントいけるべ。はい。で、ポケベルが鳴らされてたな。誰が、相手が誰かわからねえか、かけてみるか。誰なんだろう、セラさんとかかな。キリュウ、ね、キリュウの方が今情報薄いからね、全体的に。ああ、セラさんか。ああ、そっちは。日教連のセラだ。セラさん、あなただったんですか。立花社長のことは聞いた。堂島組にやられたってな。俺は今アジア街の陳さんの店に来ている。お前と差しで話がしたい。すぐに来られるか。何の話です。会ってから話す。気をつけてこい。堂島組は今もお前を探してるぞ。うん、セラもカムロ町に来ていたのか。とにかくアジア街へ行ってみよう。なるほどね。で、あ、一回セーブポイントが外れちゃったが、今アイテムボックスどんな感じだっけ。まあいいですね。もうこうしたら終わり。さあというわけでアジア街に行かなきゃいけなくなりましたけど、アジア街も近いから
まあいいかなっていう感じ。あれアジア街って、あれアジア街、あ、そうだよね、こっち行く、奥だ、奥で、アジア街に入ってよいしょ。で、待って待って、上の通風口みたいなのに用詰まる。ここか。キリュウさん、あんたの客はあっちだ。立花さんは残念だった。最後に一目でも妹と会わせてやりたかったな。あんたが必死に助けようとしたことは分かっている。アジア街に住む中国人を代表して礼を言う。ありがとう。よしてくれ。俺は何もできなかった。礼を言われる資格なんかねえ。ゆっくりはしてられません。話ってのは。お前はもうゆっくりしていい。それを伝えに来た。え？牧村誠が堂島組に撃たれた。な、一応峠は越えたがまだ危険な状態が続いてる。意識不明のままだ。何があったんです？これはムービーになるパターンか。それじゃ あ彼女は目が見えるようになってきた。近々少し光を感じる程度だがな。それより幸い堂島組はもう彼女を殺せたものと思っている。早速カムロ町再開発計画の本格着手に動き出した。しばらく彼女に危険はないだろう。でも真島って男は彼女が生きていると知っているんですよね。信用できるんですか？おそらくな。あいつはもともと島野の命令で牧村誠を殺すように動いていた男だが、今は心底彼女を守ろうとしている。ただこの先どう動くかはっきりは分からん。それより堂島組だ。若頭補佐の渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。これから実質的に堂島組を動かすのは渋沢になる。奴はこれまで表に出るタイプじゃなかったが、筋を通し耐え忍びながら力を蓄えていた。だが渋沢組は若い組織、久世剣能会や阿波野の太平一家の上に立つには強い力を示す必要がある。となれば真っ先にやるのは旧風間派の徹底的な排除。特にお前は目の敵にされるぞ。それに殺しの濡れ衣も晴れてない以上、薩摩お前を追ってる。濡れ衣忘れてたわ。お前はカムロ町を出てしばらく身を隠せ。時間さえ稼げればまだ希望はある。希望？牧村誠の意識が戻れば殻の一つぼは日経連が取る。え？そしてそれが風間さんの真の狙いだ。なんだと？あの人は今堂島組の拡大を止められる唯一の対抗勢力として俺の日経連に白羽の矢を立てた。橘も殻の一つぼを日経連に渡そうと動いていた。全てはこの俺を堂島総兵に代わる東条会の跡目に据えるためだ。それじゃあおやっさんはあなたに東条会を託したってことですか？そういうことになるな。知りませんでした。あなたとおやっさんにはそこまでのつながりが。俺もお前ほどじゃないが風間さんには世話になってきた。
俺に極道のイロハを仕込んでくれたのはあの人だ。足を向けては寝られない。キリュウ、お前のことも風間さんからくれぐれもと頼まれてる。殺しの濡れ衣の件もいずれ俺が必ず何とかする。だが今牧村誠が目を覚ますのを祈るしかないのが現実だ。それじゃもう俺にできることはないってことですか。お前はもう十分やった。お前がいなかったら牧村誠はカムロ町に来る前に消されてたろう。彼女が今なんとか生きてるのもお前のおかげだ。彼女は今どこに。病院からは移動させた。芝浦に停泊してる船にかくまってる。彼女が生きてることが堂島組に知れたらまずいんでな。芝浦、お前にこのことを伝えたのは俺なりに筋を通したかったからだ。あとは俺たちに任せてお前は町を出ろ。いいな。急にね、桐生さん側はなんかやれることに限りが出てきちゃってるよね。もう俺にできることは何もねえってことか。一旦錦と合流するか。西公園に行けばそのうち会えるだろう。なるほど、じゃあ西公園に移動しますか。さあ、桐生、錦、なんだ、どうかしたのか。堂島組の連中が風間組の事務所に向かってる。まあそうだよね。風間組を襲う気らしいぞ。何、渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。奴は風間の親さんの勢力を根こそぎやる気だ。俺もお前も的になってるはずだぜ。号令かけてんのは渋沢ってことか。すぐ街の中堂島組で溢れる。俺ら町を出るしかねえぞ。おい、いたぞ、キリュウと錦まで。錦、牧村誠は日教連の世良が保護してた。堂島組は彼女を殺して殻の一粒に肩がついたと思っているんだ。だが彼女が生きている限り殻の一粒は世良と風間のおやっさんの切り札になる。堂島組を押さえつけることができるはずだ。この場をしのいで時間を稼げば状況は変わるかもしれねえ。よくみんな待ってくれてんな。どうしろってんだ。お前は風間組に行け。柏木さんにも身を隠すように伝えるんだ。こいつらは俺が食い止める。キリュウ、早く行け。錦、わかったよ。お前らの相手はこの俺だ。風間の使いっ走りがでけえ口叩くんじゃねえ。お前らは全員皆殺しだ。恨むなら風間を恨め。まあって言われてもね、君たちあれだよ、スキップ候補でしかないのは自覚してる。真島触った後だと桐生さん重く感じんな。やっぱりだけど、でも明らかに桐生さんの方がね、金かけられてる分あの強いんだよね、間違いなく。さあというわけでね、まあこいつらは申し訳ないけどね、別に見応えがあるキャラクターたちではないですからね。いやー、こんな街中でね清流と振り回していいんですかねとは思いますけどね。さあというわけで風間組のところか。あーで、あれですね、多分これ途中で戦闘が何回かあるんでしょうね。タクシーは使用禁止のミッションになってると。さてさて、まあ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 あれだね、途中途中にセーブポイントがあってくれるから、あの極端な話アイテムの補充はあの俺みたいなあの貧乏プレイしてればね。さあこんなところでみんなね重たい空気になってますけど、白石マリナちゃんですかね。おっとりしてる感じの表情の子ですね。はい、というわけでございましたね。以上の意見は何もないんですが、
まあ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 本当にね、あの好みの子の時はね、そういうちゃんとしたリアクションはしますよ。この状態でゲームセンターとか行ったりしたら、もう空気読めないやつも甚だしい感じの展開になるんだろうな。でもあれはね、もう1回ぐらい戦闘あると思ったのに、このままだとしれっとついちゃいそうな気配があるけど、あでもここら辺の広場ぐらいでもう1回来るかな。あれだって来ないんだったらさ、あのそもそもタクシーで移動させてくれりゃよかったじゃんっていう話になっちゃうのよ。組に連絡だっつってたから、堂島組が追ってきてたのかな。本当にただただ移動しただけ、別にいいけど。おい、早く早く、こっちこっち、警察警察、どういうこと。おクゼ、あんた一人か。ああ。どうしたよ。組の人間は引かせた。てめえとやり合うのに余計なチャチャ入れられたくねえんだな。まだ風間組には手出しちゃいねえよ。錦山も事務所の中だ。堂島組は風間組を、いや風間のおやっさんをどうする気だ。始末するに決まってんだろ、風間組もおめえも。今その指揮取ってんのは渋沢だがな、誰がやったってさほど難しい仕事じゃねえ。堂島組はもう東条会ごと下に収めちまおうっちゅう勢いだからな。お前らをぶっ殺すまでいくらでも兵隊を送り込めるってことだ。そうかな。だが俺は雑魚がいくらかかってきたとこで今のあんたほど手強いとは思わねえ。ああ、あんたは俺をぶちのめすためだけにここにいる。何の損得もねえところで命張る男ほど厄介な相手はいねえ。よく分かってんじゃねえか、俺を今動かしてるのはな、男の意地ってやつだよ。それさえあれ、男は笑いながら死ぬことだってできる。俺とお前どっちの意地が上に行くか見ものだな。決着つけさせてもらいます、クゼの兄貴。言うね、上出来だよ。いつでもいいぞ、殺す気でかかってこいや。いやかっこいいね、クゼの兄貴はね。正直この3人の中だとね、かっこいいの領域なんすよ、完全に。そう、もう何、男としてのさ、なんか感情で生きてるというかね。まあそんなクゼの兄貴に私は出すの清流刀なんですけどね、清流刀でございますし、基本的にはヒートゲージ1本貯めて、殴り返す。でいっぱい殴られたら困っちゃうから、困っちゃった分栄養ドリンクでさらに回復してヒートゲージを貯めて、それでまた刺すっていうのを繰り返すっていう戦い方なんですけどね。本当はね、なんかクゼの兄貴とはね、もっと拳と拳で分かち合うっていうような流れも全然ありだと思ってるんですよ、クゼの兄貴。ただこっちの方が早いんすよ。すいませんね兄貴。で一回こうやってバンってやるんですけど、あでもまだちょっとこの HP だったらもうちょっとぐらいだから、今クゼの兄貴本当申し訳ないんですけど、私ね脳みそを、なんか脳みそ全く働いてなくてですね、ひたすらX ボタンで殴るしかしてないんですね兄貴。お、舐めてんじゃねえぜ。はい、連打か。
でヒートゲージがいっぱい溜まるんすよ、クゼナ兄貴。なんで刺しやすいんすクゼナ兄貴。でやっぱりクゼナ兄貴ともなろうお方たちとですね、あの間違いなく HP が崩れるんすよクゼナ兄貴。クゼナ兄貴よいしょ。ねえ本当にあれですよね、あの龍が如く1の終盤戦でなんかそのこういうなんか適当にぶん殴ることを覚えてからの矢神は良くないですね。はい、しかしながら倒すことができました。なんて野郎だてめえは、どこまでも強くなりやがる。クゼの兄貴、なんとなく俺にはわかる。風間の頭はお前がこうやって本物の極道になるのをずっと抑え続けていた。その封印を解いちまったんだよ、道島組が。だがお前の他にもう一人、そいつも今本物の極道になろうと必死にもがいてる。日教へ逃げ切り、そこに奴が渋沢がいる。渋沢が日教連に。牧村誠は生きてるんだろう。渋沢は殺し屋に女を落とせるときわざと死なねえようにしたらしい。まだ堂島の親父にさえ報告してねえらしいがな。つまり渋沢のシナリオ通り、教練に女を囲わせて連中を泳がせたんだ。そのアジトを突き止めるためにな。なんだと。女もセラもおめえも風間の頭の息がかかってる人間は全員根絶やしにする。そうやって渋沢は初めて堂島の頭になれる。本物の極道に。キリュウ、錦、今アジア街から連絡があった。渋沢が堂島組を芝浦に向かわせてるらしい。もしかして日教連は芝浦にいるのか。ああ、誠もそこにいる。マジかよ、ならすぐ行こうぜ。キリュウ、車回してくるからよ。分かってんだろうな、キリュウ。てめえは極道の一番深いところに足突っ込もうとしてる。風間の頭が止めたその道をこのまま進む覚悟があるんだったら行けや。クゼかっこいいんだよな。全部覚悟の上です、クゼの兄貴。いやー、クゼかっこいいな。おー、アジトで主人公の切り替えができる。だってどこまでもさ、クゼさ正々堂々なんだもんね。ちゃんとキリ、この車に乗ったら最後だ。もうやり残したことはねえな。おお、
なるほどね。今のうちにできることはやっとけよ。お疲れ様です。だまずセーブはしとけと。で、まあ、キリュウのビルドはまあ済んでると思うから、マジマサイド見るべ。もういいのか。マジマに切り替える。